今日はガレットデロワというフランスのお菓子を作ってみたいと思います。フランスでは1月6日の高原祭エピファニーに食べられる伝統的なお菓子なんだそうですが、甘いちょっとしたクリームっていうかサクサクしたクリームみたいなのが入ってるんですけれども、その中の一箇所にですねフェーブと呼ばれる陶器で焼いたちっちゃいおもちゃみたいなものだったりとか、あとは食べられるようなナッツだったりとか、それがこう隠してあるんですね。でカットして、でその中にフェーブが入っているピースを見事当てた人が王様、その年一年幸せに過ごせるというような習わし、あの言い伝えがあって、1月の1ヶ月間ケーキ屋さんとかいろんなところで売られていることが多いそうです。上にこう紙で作った王冠みたいなのもついていてセットで売られていることがあるそうで、当たった人が被るそうです。では作っていきます。無塩バターを柔らかくクリーム状にしていきます。滑らかになりました。卵とアーモンドプードル、グラニュー糖が入りました。バターと一緒に混ぜていきます。ラム酒も入れます。すべて混ぜ合わせました。20センチサイズぐらいに伸ばしておいた冷凍パイシートの真ん中に乗せていきます。だいたい12センチの円形になるようにクリームを置きました。で、一箇所にアーモンドとかナッツを入れておきます。その上からシートをかぶせます。これがだいたい直径12センチぐらいのボールなんですけど、印をつけて余分なところはカットしてしまいます。この状態で冷蔵庫で15分ほど冷やしておきます。卵黄を塗りました。リーフの絵を描いてみました。それで焼いていきます。焼けました。王冠を飾ってガレットデロワの完成です。